こんにちは、千代子です。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。取り留めがないんですけれども、ちょっとお話しする動画を撮ってみたいと思って撮ってます。よければお付き合いください。で、心が感じる幸せについて話してみたいと思います。なんか例えばね、有名になりたいとか、例えば私だったらこのチャンネルの登録者数をすごい増やしたいとかね。で、もっと自分の絵とか歌とか評価されたいっていうのもあるんですけれども、なんかその幸せは一つ超えたら次もっと大きな目標を持ってそこに向かってとかね、なんか尽きることのない、よく言えば止めどなく広がる幸せ、悪く言えば底なし沼のような、なんか底なし沼のように追い求めなくちゃいけない幸せともね言えたりするのかなと思って。でも例えばそれとは違う幸せっていうところで、日常的に感じられるもの、例えば昨日まで雨が降っていたのに、あ、今日は朝から晴れてるなとか、今日は冬だけどねいつもよりあったかいなとか、逆に夏だったらいつも暑いのに今日はちょっと涼しいなとか、なんかそういった時に何とも言えない、満たされる、無条件に満たされるような幸せを感じて、で、その幸せをまた追い求めなくちゃいけないっていう感じにもならなくて、あ、またこういう日が来るんだろうなみたいな、なんか絶対的な安心感に包まれてる、そういった毎日漠然と起こってるような、お天気だけじゃなくて、美味しい好きなものをね食べた時とか飲んだ時とか、あと、なんか人から嬉しい言葉を言われたりとか、あと自分が人に優しく接することができた時とかね、些細な瞬間で日常に起こっているようなことにいっぱいいっぱい本当は幸せが詰まっていて、無理して追い求めるものではなくて、そういったものが本当はいっぱいあるなって思ったんですね。なんで人は苦しむのかなって思った時に、自分の理想に近づくために頑張って頑張ってでも思うようにいかなくてとか、あとやり方がわからなくてとか、自分一人でどうすればいいかわからなくてとか、これが得られてないから、こうできてないから幸せじゃないからとかね、あとこれが欠けちゃったからとか、何かを埋めるためにがむしゃらに頑張って頑張って生きるようなのは苦しいなと思って、それよりも日常でね自分が感じられる追い求めなくてもいいような満足感、幸せっていうことをもっともっと大事にできたら、気づけば自分の人生全体を見た時に幸せだったなって、いい人生だったなって思えるのかなと感じました。取り留めがないんですけれども、聞いてくれてありがとうございます。いつも見てくれてありがとうございます。千代子でした。